私はエイドペアリングのメイ。同じく私は萌えです。そして私は羊ヘアリングのウルでございます。私たちはリトルヘアリングから妖精のドアを通ってここヒューマン界へやってきました。ヒューマン界というのはみんなの世界、つまり人間界のことでございます。皆さんはヘアリングの存在を信じますか？それじゃあ聞いてみますよ。信じるよってお友達は元気に、はーい、呪文を唱えてリトルフェアリルへ行くでございます。唱える呪文はリルリルフェアリル。みんなで一緒に唱えましょう。せーの、リルリルフェアリル。もっと気持ちを込めて、せーの、リルリルフェアリル。もっともっと元気に、せーの、リルリルフェアリル。
それでは早速授業を始めるばっかり。最初の授業はダンスの授業ばっかり。ダンス？さあ、ダンスは魔法の力を高めてくれるばっかり。だからとっても大事な授業ばっかり。みんなで踊ってしっかり魔法の力を高めるばっかり。振り付けは羊フェアリルとメイドフェアリルにお願いするばっかり。よろしくばっかり。はい。それじゃあ今メイドフェアリルで大流行しているイケメイドダンスもみんなで一緒に踊りましょう。とてもファンキーでポップなダンスなんですよ。いつも自信たっぷりのイケメイドフェアリルたちの魔法がかかった誰でも自信が持てちゃうダンスなのよ。自信のない方はぜひこのダンスを踊ってどんな時も自信たっぷりになっちゃうでございます。はい、そうしたら今フェアリルウィングをつけているお友達はその場でゆっくりと立ち上がりましょう。はい、さあみんな立ち上がって一緒にイケメントダンスを踊りますよ。はい、それじゃあみんなに聞いてみるよ。みんなの準備はOK リル？ OK リル！はい、どうもありがとう。今、ミラクルハートライトを持っているお友達は落とさないようにしっかりと握っておいてね。そしてみんな、このポーズ真似してみて。さあ、できますか？そうです、このポーズはユーチューブのポーズといって、今から踊るダンスの中にたくさん出てくるから、みんなかっこよく決めてくださいね。その他のダンスは前にいる私たちを見ながら一緒に踊ってね。はい、それでは踊りでございます。イケメンちゃんダンス、ミュージックスタート。さあ皆さん、まずは歌をクロスしてみてください。そうです、はい、表示をしたら上にバンザイが待ちが、はい、バンザイクランクしました。はい、表示をしてみて、今皆さんの前にある大きな木は
フェアリルツリーといってリトルフェアリルの中心にあり、リトルフェアリルの源と言ってもいいくらいとても大事な木なんです。そのフェアリルツリーが実は今とても元気をなくしています。このままだときっと枯れてしまうでしょう。フェアリルツリーはヒューマルたちの頑張る心や夢見る気持ちが足りないと枯れてしまうことがあるのです。そんな、フェアリルツリーが枯れちゃったらリトルフェアリルはどうなっちゃうの？私、本で読みましたが、中心にあるフェアリルツリーが枯れるとリトルフェアリルはあらゆるもののバランスが崩れて、やがて全てのフェアリルドアが閉ざされ、一切の魔法が使えなくなってしまうそうです。そんなのやだよ。まだ自分だけのフェアリルドアを見つけてないんだから。本当ですわ。このままではいけませんね。なんとかしないとですわ。そうだ、私たちの魔法でフェアリルツリーを元気にできないかな。そうだよ、私たちが力を合わせればきっと元気になるよ。みんなで力を合わせればきっと大丈夫だと思います。仕方ないですわね。私も力をお貸しいたしますわ。私たちも頑張ります。皆さん、ここからは特別授業ぼっくり。みんなでフェアリルツリーを元気にするぼっくり。わかりました。それじゃあみんなで魔法をかけよう。フェアリルツリーが光り輝くことをイメージしていくよ。せーの、ドアを叩いて
みんなで協力した方がより強いフェアリルマジックができるはずですわ。ありがとう、リップ。ううん、でも私たちだけじゃ力が足りないよ。私たちだけではありません。ほら見てください、夢に気持ちがいっぱいです。本当だ、ここにいるヒューガルのお友達はフェアリルの存在を信じてくれたんだもんね。だから頑張る心や夢見る気持ちで溢れてるよ。私たちみんなでツリーに魔法をかければきっと元気になりますわ。みんな力を貸してくれる？力を貸してくれるお友達は元気に。はーそれじゃあ今元気いっぱいお返事をしてくれたフェアリルウィングをつけているお友達はステージの前に集合。さあみんな立ち上がってステージの前まで歩いて出てきてください。はい、ここまで前に出てきてね。はい、もうちょっと前に出てくれるかな。ということで特別授業はこれで終わります。みんなよく頑張ったので、スペシャルビジュの